静かだね、この辺は、まあ、よし、まだまだ大丈夫です。まだまだいける。完璧な設定でございます。何しに来たか忘れた。何しに来たか忘れた。お墓参りに来たのかな。何しに来たか、まあ、遊びに来たんだけど、ね、遊びに来たかね。その前から行く行くって言った。今日はほら電話じゃなくて、直接話してよかったら遊びに来てよかったね。前から鹿児島行く行く行くって言おったけどな。それは奮闘でしょ。いや、そんなもんだよ。まさゆくちゃんもほら、たった1人に休み。あの、もっと量があるよな、もっと毎月は。20人ぐらい、15人ぐらい、ね。もう、慣れてらっしゃるのね。あのね、ご飯とおつゆとお漬物ぐらいなんだけど、あの、みんなが、ほら、持ち寄らはるでしょ。だから、月に1回ぐらいはね、朝から昼からと、あるから、みんなと。そうね、ここでもしなくなったのよ。ここで心配してたけど、向こうに快感ができたから。うん。何しょ、あんた。うん。隠し撮りやっけんな。隠し撮りとか、失礼なこと言う。失礼なこと言うな。油断しとりゃ、もう。昔な喋りできた声聞かれるから、もうカルちゃんとゆうこちゃんとこの家、もう私たちはもうずっと取られてね、もう腹立つぐらい取られた。いただきます。ちょっとお箸に合いますか。どうでしょうか。頂戴いたします。そう、私これをいただきに来たの。岩国からとか、ちょっと慌ててするから不細工でしょ。もうちょっと上品でしょ思ったのよ。言っちゃったわ。これ以上上品なんてどうなるんだろう。いやいや、慌ててしちゃったらもう、この箸じゃなくて、自分の箸でもいい。はい、いいですよ、どうぞ。ちょっとお茶を召し上がる。いただきます。素晴らしいお料理でございます。いいえ、素晴らしい。ごめんといて、恥ずかしいわ。頂戴いたします。はい。みんなお島も一緒に行ったらよかった。そうですね、けどね、ちょっと。面白かったよ。うん、でしょうな。話がかかるよね。まあ、ほんと。ほんとね。焦られへんでしょ。まあ、ほんと。これはダメだ。あのね、もう、年寄りがね、90を超えた人がたくさんいるの。90過ぎた人は。まだあんた、はい、かんた花よ。95で。おいしい。で、その人は今ね、もう長崎の花ちょっと、こう、西洋にね。だから、ちょっちょかけてきはね、私、俺言うの。95歳まで。はい、かかんた花よ。里芋美味しい。だから本当にすごい。すごいね。何が美味しいですか。里芋美味しいよ。ああ、よかった。すごい美味しい。うん。ちょうど美味しい。美味しい。そう。普通ほらガシガシしてるぐらいじゃない。これすごい柔らかい。美味しいでしょ。うん。美味しい。ブチ美味しい。岩国のブチ美味しい。本当美味しい。美味しいね。うん。美味しい。はあ。それこそおじゃったもんすや。うちなんかもはね、もうおじゃったもんって言わない。ますます美人になりそうな食事だもん。そうですよ、全部お野菜でしょ。おいしいよ、ほら、ほら、なんかほうれん草もおいしい。これ以上美人になったらどうしよう。カズノコ、カズノコ、カズノコ。カズノコどうですかね、ちょっと。カツオ持ってこうか。わあ、すごい。高級品ばっかりじゃない。うん、楽しかったよ、今日は。そう、よかったね。ゆうこちゃんのほら、一人そこの先からね、運転してたね。あ、そうなの。あのね、道がわからんけど。あのね、運転しやすかった言うてたよ、今。いや、運転上手だったよ。上手やね。免許持っとったらいいね、どんな車で乗り。5年か6年やな。ね、やっぱり。今度教えてもらったら。本当、本当。まあだけど、溝にはまっても自力であげるぐらいでけん、まあ、ほんとにできるだろうけどな。もうはまらんもんね。もう今はもうはまらんな。天気山に行ってもほら、あそこに溝があるけど、もうはまらんもんね。かゆさんたちがこの、なんかね、この土地に来られてから何年なの。
12年、うん、12年、はい、まだそんな感じかな、うん、12年まだでも長いじゃん、うん、12年あっていいがない、うんうんうん、そうだね、うん、12年か、うん、あ、カズノコ食べてくださいね、うん、ちょうど来ませんか、カズノコ、カズノコ好きだから、そう、よかった、うん、カズノコ食べたらおばあさんになるじゃん、ちょ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 、ならへんならへん、これ以上おばあさんなんもらえへん、歯がありだから、それはまじまじ、歯が弱い、こう、今歯が、歯が美味しい、もうすごい、全部おいしい、カズノコ苦手な方がね、私これ今食べられないわ、マーちゃんは昔から食べるの、私なんか大好きだったけどね、お砂糖も柔らかいから美味しい、ちょうど歯がないから、うん、おいしい、卵焼きもいけるよ、うん、卵焼きもいけるね、おいしいよ、ちょっと味薄いんちゃいますか、卵焼き、おいしい方がいい、おいしくない、コリコリ言うとね、味はそんなできんから。さあ、それもちょうど味がいいじゃん。うん。味がな。うん。ね、うん、私ももらうけど、カード2、3個置いたままして、うん、帰って食べないか、家に置いたまま。何よ、里芋、うん、うん。もらったまま置いたの。うん。こんな美味しいのにね。もう、料亭のままをなさったらいかがでございますか。うん、うん、あ、カジノなんだよ、うん、どうしばらくお待ちくださいね、あ、ここは皆さん、こんにちは、こっちね、出ますのかな、ね、うん、ガス、ガスガス、ガスって話、あ、え、何、うん、ガスって何、灯油、灯油、家のガスつけっぱなしじゃないんだろうか、え、うん、家の、違う違う違う、ただいま出かけておりますになってるけど大丈夫、どこ、あそこが、うん、家、私かけた時ただいま出かけておりますになってたよ、あ、本当、今の大丈夫、さあ大丈夫かな、うん、うん、うちの家じゃない、うちの家、岩国、岩国は、岩国はどうさ、ガスつけっぱなしじゃないかなと、今ただいま出かけていませんでしょ、私が、私だったら誰か言ってくれるよね、うん、電話かかって、だったら電話かかる、 あのほら、あのなんかまさひこちゃんからなんか電話があって、うん、一回はほら、なんかさだみちゃんとも、もあどうしてるのかなんとかんとかって姉ちゃんが言ったその後にかけたら、うん、ただいま出かけておりますって言ったよ、もうその時はもう一つ、うん、出た後にちょっとガスなんかつけてないよね、大丈夫、燃えても、うん、あ、心配、うちも心配になってきたから、大丈夫です、だから緊張に電話するとこないの、うん、うん、大丈夫、大丈夫、うん、ね、どっからかかってるの今、ちょっと思い出して、ん、いや違う、家に電話してみた、ただただいまが、ただいま留守にしていますになったんだけど、うん、大丈夫、火災保険も入っとるし、いや、そんなとこじゃないよ、そんなところじゃないよね、うん、大丈夫だって誰かが教えてくれるけ、いや、それ教えてくれるね、うん、誰かが言ってる、誰が周りの人がな、うん、もしあんま燃え上がってからねえのわかんないわ、うん、だから、あの誰もおらなかったらな、うん、うん、そこに死体がなかったらこんなうちの病院の方にね、電話する人が電話したら、あ、心配なって、いっぺんにご存知なんでした、サーちゃんも美味しいとも食べたら、とにかくサーちゃんの、なんか、だけど大丈夫じゃって言うのよ、燃えとっても大丈夫、燃えとったら誰か知らせてくれるけ大丈夫じゃって言うの、大丈夫だね、うん、大丈夫、もう心配ないのね、分かるその気持ちは、もう、うん、そんな思ったらもうすごい心配になってくれる、もう大丈夫だ、そこからそこじゃないからどうもできんもんね、いやいや、全然するなって、もし火事になっとったら連絡入るよね、うん、昨日のうちに、うん、昨日のうちに入るそうや、一晩も寝たわけやからな、うん、そうそう、もう燃えてるやんか、うん、今なんでそんなことになったの、いや、私がちょっと、うん、ガスどうしたかなと気がついて、そうやな、全然あるもんな、うん、で今どこに電話したの、いいえ、自分のところのガスって何、あの灯油のこと、あ、びっくりした、もしもし、こんにちは、
あのまた外出、あのね、また外出してるんだけど、予約にしないで、家事。ない？うん、昨日からいないから、大事、か、うん、ない？家事ない？分かった、ありがとう。誰が言った？林ゆり子ちゃん。うん、林ありがとうね。バカだろお前。もうね、しまっても胃がいっぱいになってきた今。誰からかかったっけ、早まった。ゆうこちゃんでちょっと電話しないの人にね。これ今っか心配するもんね。バカだよ。胸いっぱいなのか。いや、でもちょっと、皆さんの時があるのよ。あるんだよ。絶対かかってくるよ、俺の方の電話。私は泉谷区で今置いてきたけど、ほら、ほで、デッドキーしたな、ハラミさんにほら、なんとかかんとか、こたつをなんとかだ、みたいな、もっと切ってくれたって言った。それと一緒です。なんかして、一つ無意識に消してるんだけど、消してないみたいな気がするわけよね。私も心配だけど、もう。絶対大丈夫だと。絶対あれが連絡前の携帯電話入る。もう一つから。あの卵焼きあげて、あのエツコ姉さんに。大丈夫な。取ったらあげようか。ちょっといや、ちょっと。足からせんねえよ、自分のだけ取ったの。ああ、じゃあもう胸いっぱいになった、あっちも。いいよいいよ。そんなことあるんだって、みんな一緒。ふと火がひらめくのね、やっぱり。そうそう、パッて分かる、その時女の気持ちは分かるよ。いや、俺も昨日あの下関あたりで、まあ、パコの辺って知りたかなとか、ね、なきれいなとさ。私、社長の方のこと。いやいや、いや、みんな考えるもんね、火が一番考える。早いけどな。まあ、もうちょっとたら絶対連絡あるからね。おにぎりお母さんと送ってくれて、もうみんなが分かって連絡があったきゃ、もう盛り上がったときやから間に合わんけどね。いや、じゃけどまあ別にもうちょっとかまへん。うん、いいか、もうない、大したものない。そ、ね、今までも一生懸命食べたらいっぺんになるかも。まあそりゃいいけどね、私は気が弱いから。そうやって考えて、で気持ち分かるよ、私もみんな女はそんな考えるからね、慌てて出てきたら。あんたも家のこと気になるやろ、うん、やっぱ気になるよ、今でもね、ちゃんとそうして来てるのに。ちゃんとしたかなと思って思うのね、気にするけどね、やっぱ思いなんかなんかいろいろ思うよ。息子さんのところは私が全部切って、あの切ってくれたって言やったから、こたつとかなんとか、ホットカーペットの、そうな、あっちを切ったけ余計に気になったんだ。そうかもな、自分のところの、そうや、こんな自分のところの思い出し、大丈夫って絶対連絡入る、大丈夫だよ、せっかくご飯を。まあいい、それは当たり前のことやな。あの、お台所じゃなくて病院の方の。いや違う、だ病院の方はない。まあ台所のことやろ、そう。あと台所はあんた、やっとったんだね。ほんで出てくるときはもうみんなでこうな、お互い見てこんというかな、一人が見てもまたちゃんとしたかなと思ってた。確かめてくれやもう安心よな。いや時々ね、あの鍵開けたままで出てくるのがあるね。そう尿素ある、うん、帰ってみたら、あ、入っとったとかいうのがある。またこの間ガスの点検してくださいって、あんまなんか臭いみたいだから出ました。ガス屋さんが来て、あとさーんって言ったら、んだあんな鍵はここに外に刺したまましとらおうって、鍵刺したまま寝てるわけよ、場合にほら夕方開けてくださいちゃんばっかり、あんな人は出たんなきゃって、じゃどこも出らんって言った、待って鍵あんなつけっぱなにやったんや。2回そんなことがあるの。鍵は刺したままほら夜寝てるよな。二度あることは三度あるっていう、うん、毎回あるな、本当や、毎回あるわ、もう一回あるや。まあ、ほいで、あんなどっか出たって言って、鍵がついたらどうしやねん、あんな出らんって言う。はい、一晩中開けてくださいちゃうばっかりな。もう2回やから、毎回あるよ。ほんと、あっちもそんなことあった。まあ、それも怖いけど、まあ、火が一番怖いよね。鍵はまあどうにかだけど。火が一番怖いって、別に家におらんかったら別に怖いかも。そう。焼けてしまった、それまでで、ね。じゃあ、の焼けて帰ってんだが、命だってのたまものでね、命があればね。そうそう、まあいいよね。私は
あよかった、ごやんさん思うけどね、当然だよ、やっぱりね、どうしようじゃ、そうよ、命あってのものだね、それはただあの火のせい、そういうもんの、やっぱり人間ね言いたいもんね、命あってことだと思うけど、やっぱりね、それがパリパリ、ご飯どうですか、ご飯、おかわり、ご飯は言ってないんで、朝食じゃない、これだけ食べたし、お腹いっぱいになった、野菜食べて、ほら美味しかった野菜が、里芋も美味しかったよ、すごい美味しかったよ、だから火が怖いのは家の中におるとき、家の中におるときは怖い、そのときはもう消さない感じで自分たちで一生懸命焼けしてるのか、外におるときは怖い、やっぱり2階におって逃げ遅れて、ほら焼け死んだっていう気持ちが分かるな、ねえ、っとったら分からんもんな、分からんからな、まあ命あってのものだね、ほんで姉ちゃんが言うがよ、なんか一時ひょって寝てから、あら最初ちょっとして起きた時はすごいこうなんか気分が悪いもんな、もうぐーぐー寝たじゃ最初姉ちゃんがちょっとひと時寝て、ちょっと目が覚めて、あれここはどこって言って言ったらな、ほんでその後もぐーぐー寝てて、私がトイレに横であんたのとこへ泊まった時に、2階私がトイレに行っとる前にね、ぐーぐー寝て、今日朝起きたら私寝たんだろうかとか言って、ぐーぐーと食べるやったような気がするとか言って、寝とった、寝た覚えがないとか言ってた、あの、ね、姉ちゃんもすっごい一時ぐーぐーぐーってもう寝とった、ほいで私も朝方寝とった、姉ちゃんのご飯をおびき返して寝とった、寝られんかった、最初はね、ちょっと一息寝て起きて、あら、ここどこ？岩国かと思っとったで、むーちゃんとこだよって言うて、ほいちゃん、ほいちゃん、また鳥から、いびきかいて、ばーっといてくれて、本当、話で寝られんかった。そんないびきをかいたん、本当ね。ね、でも私もそうまに寝とったよ。母ちゃんなんか聞いたことないでしょ、私のいびき。ちっちゃいいびきやったけどね。お母さん、立つから。ちっちゃいいびきじゃない。立つ目じゃない、里芋。ごうごう言うとる。そしたらね、私もほいちゃん寝とったし、あんまり。姉ちゃんのいびき聞いとったら寝てたら大丈夫だよ。ほんと、いびきかも。私も自分のみんなわからんけど。ラジオつけっぱなしで寝るんや。歌番組で歌いながら寝るんだけど、あれ？つけたまま寝る？で、今最近あのラジオ消しとるからね、だから隣の部屋なんだけど、あのいびきが聞こえるもん、書いてる、ラジオつけとるときは聞こえるんだけど、そんな大きい日はないけどね、みんなね、いびきを吐くんだってよ、マサルさんが私にも言ったもん、毎日吐くって私は君に言ったもん、里芋が美味しいね、普通美味しいね、美味しいね、すごいお腹いっぱい、上手の、この野菜でお腹いっぱいだった、お芋でさすがだから、料亭のママさんみたいな、野菜いっぱいこれ食べた今日は、お料理上手、味が良かった、スナックユークじゃない、スナックユークだけ、スナックかよね、かよっていい名前ね、でもね、かよってね、加える、かよさんいい、字がいいもんね、加える世の中のようかね、そう字もいいや、あらいいね、かよ、ね、かよさん、わりじにね、別府におる子かよさんっていう人おっしゃったけどね、かよさん、普通はこうね、代表の代をつけるな、あかよのよ、かゆな。よよぎのよ。よよぎのよ。そっちですよ。あ、そっちだよ。世の中のよ。世の中のよ。君が世のよ。君が世のよ。やっぱそうです。加えるよね。そうそう。そういうかよさんっていう名前があったね、昔。いいじゃん、怖い。書きやすいよ、割と。世界のせいかな。世界のせいの方がよかったんよ。何でも君が代の世の方がいいんじゃない、そうか、そういうふうに言うと君が代の世がいいかもよ、今は ママさんのかよちゃんのかよちゃんの字は壊れるよのよ、だから君が代の世、君が代の世だからいいじゃん、あれが一番いいよね、世、に加えるっていいじゃん、何が加わるかな、何が加わるかな、入れましょうか、はい、これで、わーい、お腹いっぱいになった、ちょっとお茶入れてあげてください。
この料亭の味はようございます。はるばると鹿児島まで参りまして、なんか、まあ、あり合わせたらかったようにやったり申し訳ない。そんなことないよ。残しかけて。ちょっと直りさせちゃおうか。お昼までごちそうになったね。いいえ。はい。どういたしまして、せっかくのお休み日にあなた何の何のどうしどうどういたしまして、ね、何の何のいやいやドライブ連れてってお土産買ってあげようと思います。もうまさゆこちゃんすぐ休みの時はちょっといつも出るから尻が軽いんだね、うん、ここまでしょってそこのその辺から来るみたいな。そこからあんた揉めとってんね、あんた山口まで行こうって揉めとってんね。まさゆこちゃんはちょっと揉めるやん。揉めるの？何で行こうって、ツバメで行こうか、車で行こうか、揉めとったって。ねえ、まあ、あのお母ちゃんのためなら、だってほら、お母ちゃんはここに連れてきようと思って来てくれたんだよ、私と合わせて、くれようと思って、電話ばっかり落ち着かんから。高速だね、3時間。いや、4時間。4時間は、最低4時間。早かったら、でも4時間っていうのは、すごい。私は10時頃。でもね、なんとかかんとか言っても、やっぱりね、10時頃かなと思った。鹿児島はいい。広いね。特にここら辺は広いね。広いしね、本当、なんとなく。何事もないということは幸せね。のんびりしてるじゃない、鹿児島ってね。ここは土と木だ。都会に行くとね、やっぱり。岩国はのんびりしても、なんかこう、なあ、こう狭いような気がするな。うちも行ったことあるからなんかね、ここはなんかのんびりと広っていく人みたいな、平野が広いからね、うん、そうそう、平野がな、泉はね、泉はいいよ、うん、私たちはまあ鹿児島県の別府っていうね、ルツキ郡の、だったけどね、やっぱりうん、まあ昔はこっちの方が、まあ、平野が広いから、うん、もうこっちの方がまあ都会的な、ね、もう岩国はちょっと何でかこう狭いよね、あの道もみたいな近代橋に行くあの辺もね、やっぱりあのまま、そりゃそうよ、あのままよね、うん、道路が最近ちょっと広がった、でもなんか雑然としてるね、なんとなく、まあね、そんな感じもうほら こっちがあっちこっちからのね、あれじゃもんね、近代橋のあの畑にほら行くところのずっと道行ったことある、まさに兄さんですね、畑に行ったから、あ左の方にはもうそれだけ山がやっぱりありよったね、左側にはもうそれだけ、こっちはもうそれだけ、もうそれだけ山がありよった、あらここももうそれだけあるんだねと思って、畑に、あお父ちゃんが畑やってる頃にね、行きけね行ったよ、畑に行ったことあったかな、そうそうそう、そうか、これでうちは何やるかと思ってね、これでトラックに、乗用車の後ろパッと開けて、ほらカップアートかなんとか出してね、こうやってほっかむりしてね、もうどこにされたら、これなんかね、なんかして種をまいたよ、まいたの覚えてるよ、あんたが、あそこの畑はな、私が種まいてあげたよ、何の種、もう今はね、あそこはもうあれだな、あそこの畑はね、開墾するときにね、のぶたかさんが、そうそう、なんか梅の木も植えたんやろ、のぶたかさんが、そんなに言ったの、そんなに、あまり、やっぱりそのまま梅の木ある、梅の木あるけどね、親が死んでからね、建築会社にな、貸してくれって言われてね、貸し込んで、そしたらな、そしたら何したかって言ったら、参拝の産業廃棄のな、どうしたら、こっぽり。あ、むっちゃって一緒に。じゃあ、食べてください。ありがとう。ご丁寧に。ありがとう。どうぞ食べてください。また、わかんないんです。あ、本当。わかんないんですよ。わかんないんですよ。だけど、あんた。悦子姉さんより若い。誰が？若奥さん言うたらね、若くないの言わはしで。若くないの言わはるからね、悦子姉さんより若い言うて。80と60でもえらい違いやな、恐ろしい、80になってまだおめおめと生きとる、大丈夫、まだまだ、あんた今みんな90ってザラじゃない、
平均寿命が88だね。そうなの？じゃあもう90になったら80平均寿命を突破しとるね。90ないやの。まだ80になってます。まだ10あとこれなんていうの？10年あるよ。90になるまで。4番よね。シワが焼けるなと思ってからね。思いますこのバーサーはシワが焼け。80や90じゃない。80？ 私が80になった。恐ろしい。80までおめおめと生きてから。じゃあみんな思う。思うせやけど若いですね、お姉さん。え？若い？うん。バカだから。バカだから大丈夫。そんな感じで。健康そうに見える人はやっぱり若いですよ。なんかね。ほんで今なすごい健康そうになったってあっておるわけよ、今度来たら。前来た時そんななかったもんな。この前来た時はすっごい私にひょろひょろして足、なんかこんなすごい感じだったかね。うん、感じだったよ。全然違う。今歩くのもちゃんとして、あの時はひょろひょろしとったわ、ちゃんとして歩いてすごい元気になって。かまさやこちゃん、だんだん年をたらだんだん元気になってくるよ。えらいこいちゃん、これ。えらいこいちゃん、これ。えらいこいちゃん、これ。どうやろ。名古屋で見た時はやっぱり、気持ちからね、弱かったからね。あの時はね、絶対に。のぶちゃんの葬式した時でしょ。あの時は気持ちからね。その前ほら通った時よ、姉ちゃんが。それはね、悲しみに。あれしてる時とね、今、もう何の今、あれもないからね。伸び伸びと生きておりますので。伸び伸びとおかげさまで。うちがこんまやないき、病院でいたり、先生、このぐらい顔、なんか、私はだんだん年を取ったら元気になっていくんじゃないですかねって私が言ったわけ先生に本で笑ったおっさん先生がどう言って笑っとった、うん、私の子も始まりとこで見てるわけよなんとこれやさなんで元気になってな私はこのぐらいすごい元気だねと思ってそうだねそういえば前来た時より元気やね注射もあんまり来なくなったしさはっきり物を言うし晩も夜もそのあいたなんとかかんとかって看護師さんに電話しとったけどそれもあんまりしないし、うん、そうそう前頭がクラクラするとかそう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 ほいで先生がな、うん、夜中に電話一回して看護師さんにちょうどね、なんか赤瓶の時やったね、なんか連休の時やったな、うん、また先生に連絡しても、分かんないって、連絡がつかんって、看護師さんに、いやほいじゃ大先生、外科の先生はいないですか、なんとかで私がガジャガジャかましく言ったほいじゃ先生が明け、人が住んでから、ハトさん、あのね、看護師さんがもう泣きそうにしてたよって、ハトさんがなんとか言った。泣きそうにしてたってあんまり私が何か言うのか泣き言ばっかり言った泣き言しかもいろいろ具合があるから調子があるから心細くて言うわけ看護師さんに先生にこの人口が立つけんねなかなかそれでね佐藤さん看護師さんね泣きそうにしてたよって言ってやったで先生すいません先生名前は分かんないけど謝っとってくださいって八郎先生に言ってねお笑い方やったそこまで先生にお詫びした先生も、うん、ごめんなさいって言ってな、すいませんって言ってみたったね。でも謝っとかんとな、一口は。もう初さん泣きそうにしてたよって、その看護師さんがほら、普通の人だったらもう聞きもせんわけよな、もううるさいなんとか、もうなんとかって言うんだけども、それがまたいちいち先生に連絡でなんかしてくれるわけよ。それで、初さん、いつもの薬飲んで寝てみたらって言って。普通の人には言わんって。ほいでなんとかほいでいつもの通りのじゃ薬飲んで一応早くも早めに寝てみたら。おもちゃなんか先生であろうが看護さんであろうがもう相手にしてからなかなかといろんなこと言う。おもちゃなかなかそんなんだけど鳩さんでも有名先生。話術が巧みで有名なんじゃろ。向かいの看護さんたちも有名なんかいたらすぐ鳩さんですねでも声ですぐ声でわかるんだってみたいな。ほいで鳩さんですねってすごいわっちから言われるわけよ。ブラックリストじゃないですよって言ってそれはもうあれだね、うん、もう何十年って同じ先生にかかっとるんだからそうそうね、うん、私が50歳だったかね、うん、お母さんが来てる時に、うん、あの先生にかかったのは言う子で初さん言うじゃあそういえば泣きそうになってたよって言うんであの先生に会いたいと思ったけど、まあ、次に来た時に会おうねうん今日はお留守でございます。日曜日だからね。うん、女の先生は会ったことはないかな。どうだったかな。お母さんが入院してる時に。あの人もあっさりしてるよ。
あゆみ先生もあっさりしてる。あ、女の先生ね、うん、すごいあっさりしてる、うん、な今年中に行って伊勢地蔵あたり、うん、伊勢地蔵あたり、ね、いやいや、そっちの吉井先生はどうでもそっちやと違う、もぶた終わりよ。あの、むつ子というあのすごいおとなしいあの妹がおりますが本当に関係ないかよさんも泳ぎだしたよ大丈夫かよさん、お茶が喉に使える大丈夫かよさん、ほらほら、うん、かよちゃんもだけど、うん、はい、何皇后陛下はこれ食べてくださいよ、おいしいよこれ。お、何言ったの？よか皇后陛下様、はい、食べてください。誰が皇后陛下様？姉ちゃんに言う、まあ、天皇ぐらいな皇后よ。お、今ないの？じゃあ、苦しゅうない苦しゅうない、聞こよれ、よは苦しゅうない、聞こよれ、聞こよれた、聞こさんって言ったらね、な、長くさん、私の出頭の皇后さんで長くされたよね、昔昭和天皇の時にね、長くさんね、天皇を呼ぶ時に、おかみって呼ばせたよ、天皇を呼ぶ時にね、おかみって呼ばせたよ、昭和天皇の時の、はいはい、おかみって呼ばせたよ、はい、あの、亡くなった皇后陛下は、長子死んだよな、何ですか、何亡くなった皇后陛下って何、昭和の皇后陛下、昔皇后陛下、皇太后、皇太后、長子ってどんな字か、長子、よし子って書くな、長子内親王やな、よし子って書くの、両子って書くの、それが長子って書くの、京都の人やったですよ、長子京都のね、御所の前のね、町内の人やったの。そうか、昔もやっぱ当て字みたいなのがあったんやな、もちろんあったんですよ、あのね、御所の前もそうなんだ、町内の人、その大きな、まあ、屋敷の人なんだけど、なぜかそれして受けたね、うちとこの家族がね、下鴨もあの辺に住んでたことあってね、向こう町来るまでに、じゃあその時にね、隣に住んだはったおばさんがね、長子さんとその幼なじみやったんです。それでもうそこのうちいっぺん遊びに行ったんやって姉が、うんうん、そしたらねもうどこから出てきたらええのかどこへ来たかわからんこと広がってんで、広がってんで、そのおばさんところがね、それ、うん、そのご主人は、うん、もうその上賀茂神社のね先頭に立ってはる人、どうしたい勤めたってね、うん、で和歌山の人やったって、そのおじさんは、うん、さんかなか、おじさんはね、ほんでね、だけどそのやっぱりそのお友達がその長子さんやったいう話からね、うんうん、ほんで、うん、長子さんの家まで行ったわけではないけど、まあ隣やったんやて、うんうん、ったそうか、そのおばさんも小さい人やてんけどね、うん、やっぱりこうどうしたら隠しがあるのね、うんうんうん、まあ、御所の周りにはそれなりに格式のある人しか住んでらんのよ。どうでしょうか、わからん、今はもう昔は沖縄家だったらしいから、おいしいよ、だけどいわゆる民間じゃなかったんだよね。そうでしょうね、かあの下鴨のあたりもそうやったそうですよ、何々家、うん、そのなんていうかな、昔のほらあの家族、うん、ね、種族ってあるでしょ、うん、なんか表札が2つあった言ってたもんね、うん、男だけなかったよな、今これ甘いの食べたからちょっと心配けど、うん、でもその辺り住んでるということはね、うん、まあみんな優勝があるんだな、ね、ワールタワルタ、だけど私とこはあのこのお米の、うん、北陸ですから、石川県ですから、ほう石川県、こう石川県なんてお米は美味しいんでしょ、はい、ね、これがそうです、あの、ね、田舎から来るの、私の食べる分だけは来るんですよ、田舎から石川とか新潟とか、あっち美味しいですね、うん、あ、新潟県のご出身でいらっしゃいますの、石川県ですね新潟県、石川県、新潟県、新潟県、新潟県、石川、新潟、石川、福井でしょ、うん、ね、福井、うん、富山がね、新潟と石川の間や、新潟だってお米が美味しいのよね、そうです、有名だよね、あの辺が美味しいよね、石川県の能登半島、はいはいはい、そうです、能登半島が石川県ね、ほら出たよ、能登半島、石川辺の歌があるけど、大阪も、大阪かと思った、誰が、あ、かゆちゃん、いえ、京都ですよ、私は京都、あ、京都で生まれたね、京都さんですか、はい、
それでお休みやって出るもんね、この間久しぶりお休みやって言ったね、マセコちゃんが久しぶりって言った。金の、うん、金の初めて久しぶりお休みやって言ったね。もう寝ようかって言わはったんや、うん、あ、京都弁で、うん、もう寝なあかんなって眠たいな言って言いはったから、うん、あ、ほなお休みやってこう言うたよ。ね、私もね、もう巻きくたびれて、また前ほでミキ巻きがあったんやな感じで、会社の人に言うとったわけ。ほいでね、私も巻きくたびれて、なんか眠たくなったって言うたり、会社さんがお休みやって言ったり。お休みやって。でもお休みやって久しぶりに聞いたよ。なんか優しいよね、京都弁天のお休みやすとおいでやすとかね、なんかなんとなくね、ものすごくこう優しみを感じるよ、お休みの大事よりがね。ここらの方言でもすぐ分かるんだね。え、方言でも分かる。ちょっとだいぶ分かるけど、泉の方はどんな、あ、ゆうこちゃん、泉の言葉どう思う？荒いな、荒いな、うん、なかなか慣れないです。そう、あれさんまだ分からんところがちょっとある、うん、多いと思うよ。だけどね、うん、こうみんなが、うん、みんなが泉の人やからね、うん、暗号で喋ってはるみたいな、うん、まあちょっと分かるけどな、やっぱそんなもんやるな、反対やもん言葉が全部、うんうん、ね、あなたということはおいがって言わはねえ、あなたはわいがって言わはねえ、わいが言わねえ、わいが来んねえってこう言わはねえ、あんたこっち来なさいってこう言わはねえね、あなたこっち来なさいっていうことをね、わいが来んねえってこう言わはねえ、わいが来んかとかな、なとか言うもんな、いるのがいいか、荒いですよ、ものすごく言葉が。じゃあ別府の方もそうだったじゃん、言葉も別府の方だったらもっとひどかったよね、うん、ワイドマって言って、あなたの立ちはっていうことをワイドマって言うのよ。エイの言葉が一番悪かったよね。悪いよね、エイは。エイは英語やって言うからよ。英語で喋りにさ、でかいって言うからさ、まあ、あの何、英語って、英語が一番みたいやけどね、英語って言えば、あの、エイチョっていうところだったからね、エイチョ。だから英語、英語。あの、エイっていう字もまた難しいからね。英語は英語。あ、難しいよ、英語。意味がわからねえ。エイっていう字はね、うん。ワイドがうなな甘いもん取ってきましょうか、ええ、甘いもん取ってきましょうか、もうたくさんよ、あのここここの、まあ、おしゃべりに、あのまだそのあ器取ってきていいよ、えっとね、これね、もうあのあそこでもさ大変長い前鹿児島県指宿郡永町別府水成川とかね、改め質問残して住んでるところ水成川やろ、水成川、水でなる川、水でなる川、水なる川、川に水がなかったら水なしがある、水でなるっていうのは川に水があるんだ、だからすぐ水が、きれいな水が流れそうというね、ねえ、だから坂をちょろちょろと降りたら、あ、お茶だけ置いといて、ね、なんか寂しいやろ、あ、でも、あ、これかな、これかお茶を、それはいらないね、あのほら水何があるの、家の下にトロトロって裏下っていけばこう水の入れてこられたね、四角い水があって、うん、川が流れてたの、うん、流れてたね、石のね、うん、石の水槽があったり、水槽が四角いのがあってね、うん、覚えてない、うん、それでその石の壁の途中からこうトロトロ水が出たから、うんうんうん、あそこでね、ちっちゃい竹山の中をねトロトロって下っていってね、周りは杉の木で囲まれてね、うん、前に結構あれ子供の頃はあれ広かったよ、裏で言ったらもうもう今は水出てるんやろか、出てない出てない、あんまり出てない、うん、あそう、上の方から水が降りてきるからね、あれ、うん、水槽が大きな水槽があったじゃん、あそこで誰か言ったじゃん、風呂の水なんか命でこんなんの風呂水あそこから汲み寄ったって、うんうんうん、なんか誰かもうあの水道がないからね、ただ、うん、両方に下げてはね、あの水を汲んではね、そう、あの、あっちの方からも来よったら、水を汲みにね、うんうん、あの辺もいいとこだよね、でもね、あの別府の水のあれがは、良かったところはあれは、あんなうちは終戦後にな、別府っていうあれがついてる、終戦後にな、俊二にちゃんとね、うん、終戦後にいたことあるわけよ、そん、俊二、うん、あの人と終戦後にな、別府に、うん、そう今お父さんのおいどんが家に、うん、おいどんが家に行ってね、うん、こうやってそのあなんと、ま、終戦後真ん中ってとこへ、
うん、おばさんがおるの、うん、真ん中、うん、松永っていうとこ、うん、そこに行ってね、そこで団子をもらって食べたわけよ。そん団子がもうすげえ美味しかった団子で、うん、あれなんで作ったって言って、後からきび団子みたいな感じ、なんかきびで作った団子じゃない、きび、きび、すっごい美味しかった団子、その時もらって食べたのもう忘れない。あのね、お父さんの、あの岡村誠二のね、うん、あの兄弟がね、うん、男が3人とね、女が4人おったんよ。その女の4人のね、あのふんのびゅのあのふんのびゅのおばさんとね、うん、ふんのびゅうたらね、フチベップっていうのをふんのびゅっていうんだよ、鹿児島はね、うん、ふんのびゅ、うん、フチベップの、ね、おばさんとね、うん、それからあれはね、裏場さんって言った、裏っていう名前なんよ、うん、裏表裏の方の、うちが行ったところの真ん中のおばさんなんていう人、あ、松永はね、うん、松永のおばさんは何て、ね、国場さんです、国場さんです、国場さんは鹿児島にあのお目かけさんで行ってたのは国場さんだけどね、うん、あの松永、裏場、裏とね、なんとか初、初ハツだった、ハツ、カタカナでハツって書く、ハツバさんと、ね、なおみももじさんの女に名前で、あ、そうだね、おばさんでした、ももじおじさんの奥さんはハツさんやったけど、あの人のね、初めてのハツ一文字だったり、だけど、あの岡村家のあれはね、ハツ、ハツ、ハツおばさんとね、人倍のね、丸っていうのを、あ、人倍だよ、な、覚えるわね、しずこさんとかおったじゃん、私と同級生のね、しずこさんとか、たちさんとかね、お姉さんはね、たちっていう名前さ、花のたち、たちのたちじゃなくてね、うん、お名前が面白いよね、あの鹿児島の方はね。とにかくその終戦後にしゅんちゃんと言って、うん、その団子をもらったら、その団子がすっごい美味しかったの忘れてね。うん、岡村 お父さん の成果はね、あの、なんて言ったかね、あの西郷隆盛があの鹿児島 あの時に領地を押されとったのは西郷隆盛だろ、うん、あの頃にね、あの岡村家はね、なんて言ったかね、あれとあれがあるの、なんかね、なんか愛があるの、うん、なんかあるじゃん、あのね、うん、甘いの食べたら新しい、民主党じゃない、あの小泉じゃないよね、あのね、なんかで意外がなんかあったじゃん、家のね、家紋っていうかね、あのあれがあるのよ、ほんなね、あの何言って丸に出るの、うんとね、あの葵の紋とか黄の紋とか霧の紋とか、そうそうそう、ああいうのがあったの、あの兵六文字に書いてある、兵六文字に書いてあるあの紋ね、そうそうそう、なんかね、うちみたいな時は違いだがな、違いだかよ、違いだかほら、こう2つ羽がこうなってるのが畑は違いだか、それもこう上下反対のあれがもあるんだってな、そうね、霧の羽、あれがな、こっちとこっちとこっちともあるんだって、別府の岡村はね、霧だったよ、もうはね、霧みたいだけど、青み系は、青み系も霧だった、霧だったみたいだったよ、いや岡村系もね、お母さんのなんかね、あれに霧のもんで見たことあるよ、うん、そうお母さんもね、霧もんの羽織を着て、そうそうそう、あのお正月なんかね、うん、あれだった、霧だったね、あそこも、うん、なんで別府の岡村青海ってやっぱりなんかし昔のあれとなんか愛してるって聞いたことある、青海系はね、違うの、青海系はね、篤姫を、うちは篤姫見たら待って、うん、鹿児島のゆかり、ほんと初めてあまり歴史に興味がないのに、うん、あの篤姫を見てからすっごい今あの鹿児島好きになった。あんと、あの篤姫ね、あ、桜島。あの鹿児島好きになった人が多いみたいな。うん、すごいな、そうな、あの番組で。私もよ、そうだね。大人気だ。なんかね、あれ人気だったよ。あの篤姫になったまたあれが、うん、あの子が可愛い。あれよかった。あれ結婚しちゃったんだってな。結婚しちゃった。だって周り出た時はね、結婚したばっかりでしたって。うちも知らんかったわけよ。誰と結婚したん？なんとかってね、なんかね、歌を歌う人かなんかね、横から聞いた。うちも知らんかってびっくりして、うわぁ、まだ若いね、もう結婚しとったやつ。もう結婚しとったやつ。あれ出た時はもう結婚しとったんて。なんか可愛い人やったね。可愛い。結婚しとったいうのが今度は初めて分かった。うん。その、篤姫に出てからな、私は知ったわけよ。うん。篤姫出た時にはもう、結婚した。結婚しとるいうのが分かっとった。
で知らんかったのは自然で、これ陽子がな、全然知らずに陽子が、あの人は大生というと結婚しとったしてるんだよとも言うたわけ。あ、陽子じゃな。うん。これで篤姫にも出る前に結婚しとったんだって。うん。でまだ新婚さんだったわけよね結局ね。あ、うんうん、そういう話題が流れあったの。うん、へえ、知らんかったな。でも可愛いあやだね、あの人ね、すごい上手やったね。うん、上手やったな。涙が出たよ、あのほら、あの二人でこうなんかそこでこんな涙が出て、あれもすごい評判になったかな。うん、なかなか良かったね。良かった。はい。あの時のあれは、ね。うん、何？これは あなたがつけろみたいな。これは奥さんがつけろ。よしてね、なんでやろ。ちょっと紙にでもつくります。ありがとうございます。岩国からのお土産はなかったの？いや、もう置いた。もうかまぼこがあるけど、あれはもう。うん、まだね、怒ってるけど、ね、あの、横谷でもあげてくれ、こっちはこっちはこっちで、こうたけ、またそのうちに、岩国で、2人でいいよね、3人でやらない、こう、すっごい、まだ出らんのやろ、どうぞ、もうぼつぼつ出ようか、あくまき、こうてらみかん、あくまき、かわんねえ、かわんねえ、かわんねえ、いらない、いらない。二三本でいい。ちょっともう、その場所連れててもらったらいい。何ですかね、これ。これ金管ですね。あ、金管ですか。金管持ってきたよ。金管私がこう、ヨコちゃんこれ、ヨコちゃんじゃなくて。ヨコちゃん、ヨコちゃん。私がこうやって買ってあるのよ、しまき。これね、これね、1年持つのよ、この金貨。1年あ1年1年持つのよ。あ、またつけて1年経つの。これ買うじゃん、炊いた金貨を何につけちゃったの。炊いたのよ。炊いた、焼酎につけたんじゃなくて炊いたの。炊いたの。なるほど、美味しいでしょ。うん、本当だ、美味しいでしょ。甘いだあのね、焼酎で炊いたの。珍味だね、これ。はい、珍味です。これね、あの我が別の食べてやる焼酎。1000円焼酎がちょっとね、嘘ないよ、何にも、うん、焼酎ね、関係ないって、あんまりいや、買い取るけんな、もう、うん、そうや、みんなあんた、あ、そうか、もう飛んでるな、うん、飛んどる、飛んでるわ。その心配してた。そうそう、待ってます。あんまりアルコールのまあせんから、全然口つけんからね。うん、おいしいでしょ。あのね、珍味でしょ、あのね、珍味でしょ。いや、はいはいはい、美味しいよ。はいはい、入れましょう。さすが上手だ、焼酎は飛んだんだ、こんな綺麗。あのね、じゃがいもつんでる通りに炊いてみよう思った。うん、ね、よかった、私の荷物燃えてる。あんまり置いてもんな、ほんで全部。うん、まだ夜よ。あの、送っていかにゃけんけ。あ、まちゃったな。ここに、大御所がいはんの。あと大変。泉の大御所がいはんのに。いや、大御所やったら、かやさんも。いや、私はまだ12年やもん。こっちは何十年もやるやん。道はあの地元の思いより一人だ。そうですが、うん、分からんのに、うん、これお砂糖で炊いただけ。焼酎で、あ、焼酎と梅、はい、金柑です、金柑です、梅ちゃうよ、金柑です、はいはい、梅言ったね。まあ3秒経ったら忘れてる。何言っても3秒経ったら忘れてる。すごい渋滞だから。金管っていうもの上で焼酎で食べたい言うとるのに、笑うかのには食べきった。笑う感じがするね。年取って悩むだけの脳みそがないから、あのこれだけ若いわけやな。おお、まあ言っちゃうかな。うん、いや、偉い、自分より偉い人いないと思ってたらいいのよ。誰が、ね、い自分より偉い人いない、うん、なんでそんな嘘とかもこいつに。そんぐらい思ったらいいって。そういうこと言ったの。なんだ、そんな言ったらいいって言うとこよ。
私より自分は自分でもらこういじめないかんし、私も自分を責めるからね、あなんか自分を気にしたらいけんのよ、うん、ほいで自分を責めたらいかんからね、うん、自分はそのいばらんでもいいけど、うん、まあ自分はまあ人なりにあるわと思ってこっちでいいの、うん、これっていばるのよ、本当今ってね、あのね、自分を一番反対せんことにはね、人を反対することができんと、うんね、自分を一番反対せんとね、うん、人を反対することができんと、うん、自分がバカだってね、うん、人を当てても、ね、しようがないよね、でもそんなに、まあ、そういうことや、自分はすごい偉いんだと、頭がいいんだとか、そんなこと思わないよ、うん、平凡、とにかく平凡、私は平凡、うん、平凡な思ったっていいの、神さんからもうた命やから、普通に生きてればいいんだよ、平凡そのもの、うん、普通に生きてればいいの、人の目に映った人のが感じた通りの人間だから、もうそれ何でもありがとう、ありがとうって別に隠し芸はない、言うとったらいいんだって隠し芸あるよ何が あれだ、何て言う思い出した、今思い出した。あ、これ取ったやろ、ご飯で私が歌うとったらな。誰私が歌うとったらな、タレさん歌うことを隠しとったやろ、言うで。ほんでね、今そういう思い出した。ほんでね、隠してなんかいない、うん、歌うチャンスがなかったって言うたら。うん、ほんまにせよはね。そうやったらな。ほんでな。上手なの。上手だらね。うん、カユタンも笑うんだよ、カユタンも笑うんだよ、全く用意して笑う時も用笑うんだよ、カユタンもね、母って笑うんだよ、頑張った、私が笑う練習をささんでも、あ、本当、うん、すごいかいいなと笑う、うん、あんた歌うん、俺は帰ってくる時に言ったんだよ、カユタンが歌ほら歌った前、そうそう、うん、なんとか国産号店とかやりたなってよし、今日はこの際一曲ずつみんな歌わんかったら、もう今日は帰る、今日は帰るの、ね、よきりの大事なことを言うたよ、大事国だったな、ここは大事国だったな、それが国道3号線になってきたんだ、国道やったな、暗号は使ったやったな、そうやそうや、あのね、よぎりの第二国道よね、あ、じゃあね、あの、よぎりの第二国道よ、聞かせてくれ、まあ、すごい歌やったもんね、もうこれはもう秘密や、うちだけが聞いてとったの、そう、ああ、すっごい歌だよ、ちょうどあの、それこそあれだっけ、ま、石原裕次郎、いつ聞いた石原裕次郎が歌みたいな感じ、あれはフランク長井の歌、フランク長井の歌った、うん、そんなんいたけどね、石原裕あの人たちが歌う感じの歌、いい歌だったもんね、よぎりにって言って歌うが石原裕次郎、みんなで歌いましょう、なんかポッポッポッ、あとポッポッもしばしかめよ、かめさんよ、世界のうちでお前ほど、ちょっと歌って、あの桜井の別れの歌、ああそうか、桜井の別れってどんなもの、ああ、おばしげゆうじゃったね、ああ、それまでね、京都と山田君やろうね、そこは場所がね、あ、ほんまに桜井のあれ、桜井の駅がね、あった、あった、私の時桜井の駅で降りたことあるよ、あの、ね、京都に一人で行った時、ね、なんていうかな、桜井の駅の別れ、あいで涙がちょっと出てるね、ここはあるよ、これおしぼりね、これは誰だろう、桜井の駅の別れ、中根駅っていう映画があったでしょ、あったあった、サブリシンがね、アナスで歌うと発展車乗せて、いや、私サブリシンの、サブリシン、サブリシン、サブリシンやった、サブリシン、サブリシン、山村そうやったか、サブリシンやったか、ああ、サブリシンは男前だったね、あの人だったと思うのよ、あの人のちょうどあそこの駅を通るときにね、僕たち乗っててね、ほんで、ふっとその歌を思い出して歌はんねん、それがあのね、ラストシーンやったわ。
それが第2波。定め息の。サラメイキだったみたいな。そうそうそう。サラメイっていうね。女、4人兄弟、姉妹やな。サラメイキさんね。サラにほら、サラメイキね。サラメイキ。4人姉妹のね、物語があるでしょ。ほんでね、それを。あれ、司用語とかできなかったかな。映画があったよね。サラメイキっていう映画がね。あれ何回もその今司用子のあの人のお嫁さんにほらあの相田翔子ってなってるんだってな、息子の嫁さんにな、うん、なってるんだってな、うん、この頃出らんと思ったら相田翔子が、うん、司用子が、うん、司用子の息子に、うん、相田翔子って、うん、相田翔子さんと、うん、司用子がいいの、この間からな話が出てたらな。